ノンペン空港に到着して右手に出るとまずここにパークカフェというカフェがあって、それからSIMカードね売ってるブースが並んでます。スマートとかネットコンとかだいたい5ドルから6ドルぐらいかな、旅行者向けのは。それでこっちに行くと、市内中心部までのトゥクトゥクを予約したり、タクシーを予約したりすることができますね。ああ、ここに鉄道、ロイヤルレールウェイ、カンボジア王国鉄道のブースもできてますね。それからこっちには ATM が並んでますし、ダイニングギャラリー、ここにいくつか飲食店が入ってるのかな。バーガーキング、とかグモニさんと入ってて、まあこれくらいか。ああ、吉野家も入ってますね。吉野家は一杯いくらぐらいするんだろう。3万ぐらいか。3万リエルだから、7、8ドルっていうとこですかね。この鉄道駅の近くにもフードコートありますね。こっちはオープンエアだ。こっちの方が値段が安いかもしれないですね。こっちだとそうですね、 1.5 とか2ドルぐらいで食事できるんで、空港で安く食べたかったらこのオープンエアのフードコートの方来るとおすすめですね。タイなんかと同じくクーポン制ですね。先にクーポンを買ってから買うシステムになってます。何しようかな。なるほど、ここにあったやつ、ブラックコーヒー with milk please 22 yes this one ice pleaseOne. So what time is the next train to the city center? 8:30? 30 minutes? 8:30? No. 10 minutes more. 10 minutes more, okay. Good morning.ロングシート。中にはパナソニックの家庭用エアコンがたくさんついてますね。今にメキシコから新しい列車来るみたいなんですけどもね、まだこの古い客車が使われてます。外国人もカンボジア人も同じ値段なんですね。1万リエルって書いてあるんで、2018年11月の9日から有料になって 2.5 ドルです。所要時間は30分で、運行時間は朝の午前5時半から深夜の2時半までと。
スタートしますが、乗客は3名だけですね。無料の時にはカンボジア人の地元の人たちがたくさん乗り込んできたんですけども、さすがに有料になったんで誰も乗ってこないですね。 2.5 ドル、タクシーだと10ドル以上かかりますね。トゥクトゥクでもさっき空港にあったのだと7ドルから9ドル。それからグラブ使うとどれくらいできるかな。グラブ使うとやっぱ7ドルぐらいできるんじゃないかなと思うんですけども、この鉄道の場合このアンペン駅からねまた移動しないといけないんで、ホテルが駅の近くだったらいいですけども、そうじゃない場合はまたトゥクトゥクなりなんなりかで移動しないと、そこでまたちょっとお金かかってきたりするんですね。8時40分ちょうどに出発して、一応予定では所要時間30分なんで9時10分に着くはずですけども、さてどうなるでしょうか。時間は9時11分ぴったり30分ですね。ほぼ予定通りできました。渋滞の時のこと、朝晩の渋滞時を考えればこれ便利だとは思いますけども、ただ1時間に1本ぐらいしかないんでね、本数は少ないんで。 When did you get a new train? I had a, you ordered anew train from Mexico. It should be here about the 5th or 6th of next month. 5th or 6th. Oh, 6th. So, sooner the better. Uh-huh. We can't wait. Yeah, yeah. 3 new trains. It's okay. Only 30 minutes. No traffic jam? No, that's one of the events. But the whole reason for the Prime Minister, actually, his idea, the whole idea for the airport shuttle is to If when we get to the three trains, you'll have a 20 to 22 minute service in Japan very quick. Yes. So we want the same sort of service, so that there'll be one at the airport, one at Hochintong, which is about halfway from here, and one here. And they just go dum 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 dum. So 22, 25 minutes. So now you already landed from Phnom Penh to Poipet, right? Already. Poipet. Starting about a week and a half ago, up until about mid-December, we're not running through to Poipet. We upgrade 5 bridges. Once the bridges are finished, mid-December, Poipet, but we go faster. Okay. In the meantime, we do tamping, regulating, upgrade the track, so we can do 50, 60 kilometers an hour. Not like Japan speed, but, well, they try. Good luck. No, thank you. Yes. You have a good day. Thank you. このチェックインカウンターは前回来た時もありましたけども、カウンターの位置が反対になったんだな。でこっち側は何かリノベートしてるとこだと思います。さあ自分もバスアプリであの形のトゥクトゥク呼ぼうと思います。